皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の布目です。布目さん、今日は何ですか？布目さん、めっちゃ話変わっちゃうんですけど、私に聞きたいことがあるって聞きましたけど、外出先にプロテイン持っていくときって、はい、布目さんってどうされてるんですか？私はですね、はい、ジムに行ったりとか、はい、バドミントンの練習行く時にプロテイン持ってくんですけど、うん、その時は、もうシェイカーに入れて持ってきます。はい、それだけですか？そう、あと、例えばちょっと地方とかで試合の時、何食分か持ってかなきゃいけない時があるじゃないですか。そういう時には、うん、あのジッパーの、 あの袋に何食分か入れて、はいはいはい、それで持って行ってます。なるほど、はい、僕は、はい、結構1日のうちに多分飲む回数が決まってたりして、今までとかやったらシェイカーをね、何個もこうカバンに入れて、何食か分とかに入れて、こうだから朝に飲む分と試合終わった後に飲む分とか、間食の時間に飲む分とか、まあ、大体3個ぐらいは多分いるんですよ。3つもシェイカー持ってたんですか？そうですね、あの外出するときはとか3つ持って行ったりとか、あとはあのジャンボシェイカーにちょっともう多めに入れて持っていくとかをしてたんですよ。車ですもんね、その、まあ、車、そう、車なんですけど、うん、まあ、でも結構それってやっぱ不便だなっていう部分はあったんですけど、うん、なんと今回、うん、あの B レジェンドがすごい便利なものを開発いたしました。そうなんですか？はい、じゃじゃん、プロテインストッカーですね。かっこいい。そう、デザインもね、すごくめっちゃシンプル、かっこいいんですよ。うん、幅で言うと、うん、高さが大体 16.5cm で、うん、横幅が直径で 12cm ぐらいかな。これの画像で、動画で分かってもらえるかな。で、ちょっと早速入れていっていいですかね。はい、で、それではプロテインの方、こちらね、プロテインストッカーの方に移していきたいと思います。まず1杯目です。布目さん、カウントお願いします。こんな感じですね。これがね、激うまチョコになります。で、ちょっとパウダーのね、質感によってちょっと若干体積量の差があるかもしれないんで、その辺はね、ちょっとご了承いただければと思います。で、ただちょっとね、22杯全部パウダー入れちゃうと、あのスプーンが入れられないんで、その辺はね、ご自身でちょっと調整して少ないめにねしてもらって、一緒にねスプーンも入れてもらえればないいかなっていうふうに思います。多分僕とかでしたら、あの出張とかでこう多分遠征とかもあるかと思うんですけど、そういった時にね、こういうものに入れて移し替えて持っていけば、例えばね、1週間の出張とかで1日に、ね、3回飲むんであれば、これ1つ、まあ、満タン入れておけば1週間持つような計算にはなりますんで、そういった時にね、すごく便利かなとは思います。そうですよね、これだとね、うん、例えば新しい時だったら1キロになっちゃいますもんね。そうですね、重たいから、1週間分とか、その持っていく分の飲みたい量だけこっちに詰め替えて持っていけばいいっていうことですね。そうですね。で、うん、デザインも僕はすごくかっこいいと思うんで、うん、中にはね、これちょっとカバンに入れるのが、僕は全然いけるんですけど、女性とかね、そう、これでも可愛いですよね。ほんと可愛い、かっこいいですよね、うん、おしゃれ、まあ、おしゃれですね、うん、あとはまあ個人じゃなくて、例えばチームとかでね、うん、はい、練習の後に何人かに飲んでもらいたいっていう時にも、はい、あのこれで持ってったら22杯入ったから、まあ、22食分飲めますので、はい、そういう使い方もいいですよね。そうですね、プロテインだけじゃなくてスポリカも、ね、うん、そうですよね、スポリカも入れられますもんね、うん、確かに。あとはなんか普通にこれおしゃれだから、部屋に物入れとしても使っても可愛くないですか？いや、いいと思いますね。まあ中ね、何入れてもプロテインとかそういうのじゃなくてもいいですもんね。何でもいいですよ。なんかちょっとしたごちゃっとした小物入れちゃったりとか、なんなら引き用具入れててもどうですか？ボールペンとか。そう、ペン立て、ちょっと大きいかちょっと大きいですね、ペン立てにはね。いや、まあでも、うん、そういうね、プロテインストッカーっていう名前ですけど、うん、別にご自身のね、合う使い方をしてもらえばね、うん、いいかと思いますんで、う
ぜひ、ビーレジェンド好きな方、うん、アイテムとしてぜひコレクションに加えていただきたいですね。そういうものになりますね、うん、はい。でこちらの商品なんですけど、今ね、こう6月26日水曜日お昼12時からモンドセレクションでね、弊社商品がこうまだ最高金賞をいただいたんで、そちらをね記念してね、1万2000円以上、合計金額ですね、送料別になるんですけど、1万2000円以上購入していただいたお客様に特別にこちらのプロテインストッカーをプレゼントしている形になりますんで、うん、ぜひね、この機会に手に入れていただければと思います。これ単品では売ってないんですか？単品では販売しておりません。はい。で、それを買わないと手に入らないわけですね。そうですね。で、弊社の、ね、商品が、7000円以上買ったら送料が無料になるっていうことで、うん、結構ね、3袋とかで買っていただいているお客様が多いかと思うんですけど、うんうんうん、そこをね、もう一個ちょっとプラスアルファ一袋、例えば激うまチョコ3100円でしたら、もう一袋プラスすると12400円か、12400円かなになるんで、うん、これがね、一緒に付属される形になりますんで、結構ね、賞味期限とかもプロテインって製造から2年ぐらい持つんで、ぜひ一袋プラスしてね、こちらのね、プロテインストッカーをね、手に入れていただければと思います。で、こちらの商品ね、1万2000円ごとに1つ付く形になりますんで、これが2つ欲しいよっていう方は、2万4000円。これが3つ欲しいっていう方は、3万6000円分。なかなかね、こうおられないかと思うんですけど、購入してもらったら、その1万2000円ごとに1つずつ付くようになっておりますんでね、ぜひ、この機会に手に入れていただければと思います。こちらの商品は数量限定ですか？はい、数量限定です。なるほど。終わり次第じゃあなくなっちゃうんですかね？そうですね。なるほど。こちらをね、ぜひ手に入れたいという方はお早めにご注文いただければと思います。それでは今日の動画が良かったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。ぜひ手に入れてください。ぜひ一袋プラスしてね、こちらのね、ノベルティ、間違えた。